こんにちは、リサーチャーの北葵です。本日ご紹介するのは、こちらちょっと大きな本ですけれど、絵で見る明治大正礼儀作法辞典。ここのところにも、挿絵がありますけれども、絵がありますけれども、これ絵で見るっていうことがとっても重要なポイントになっている辞典です。奥付けを見てみます。2007年、11月25日の発行になっています。編著者の方が綿貫豊昭さん、それから末智子さん。綿貫さんはこの本の出版時点で筑波大学の、大学院の教授、専門は国文学とあります。で、末さんは、この時点で富山短期大学の准教授、専門は近世女性霊法、化粧文化史とあります。で、出版社発行所が、柏書房。柏書房さんはこういう、歴史的な本をたくさん出しておられます。やっぱりそうですね、日本文学、国文学寄りの、ご本が多いですけれども、で、この本なんですけれども、頭のところでここにあるように絵本でたどる、明治期の礼儀作法っていうふうにありますけれども、で、本当にここ今ここに日常ってあるんですけれども、日常の振る舞いやら、訪問、挨拶、応接みたいなことがあるんですけど、そしてここのところに必ず何の本から引っ張ってきたかという、明治以降のものが多いんですけれども、その引っ張ってきた出典みたいなものも書いてあります。で、ここに礼法すごろくみたいな形で、本当に昔の人何でも数たくさんあるとすぐすごろくにするんですよね。あれですけど、やっぱり礼法もすごろくになっております。こういうものがあるんですけれども、これはうちの資料室にも、ずっとあるものなんですけれども、非常に役に立つ資料です。じゃあどういう時に役に立つかと言いますと、ドラマとか映画の脚本だったりとか、それから撮影のための、リサーチを、時代考証の裏を、専門家の方に撮ったり、それから、そのシーンを作るため の, 美術さんや、そういう皆さんの絵作りのために参考になる実際の資料っていうのを、集めてお渡ししたりっていう風になことが多いんですけれども、そういう意味で、古い書籍の挿絵ってものすごく大事なんですね。で、それで言いますと、ここはもう全編挿絵挿絵挿絵から取ってきているということなんですね。ですから礼儀作法の辞典ではあるんですけれども、その礼儀作法がこの本の素晴らしいところは、シーンごとになっているので、昔の当時の方々が24時間365日を生きている、そのシーンっていうものが同時に描かれているということなんです。で、そういう意味で非常に当時の、礼儀を学びたいという、確認したいという意味だけではなくて、とても使い出のある、歴史資料というふうになっています。では当時のその日常生活であったり、人々の生活っていうのがどういうふうなシーンで構成されていたのか、そこは目次を見ればわかります。ここですね、目次で、まずは最初に公衆の礼法、公衆ですね、当時の公衆の礼法としては乗り物であったり、それから、図書館であったり、お風呂であったりっていう、その他ってあります。これでもその公衆の礼法の第5章のその他の5のところに、花噛みっていう、鼻を噛む時の礼法みたいなのがありますね。その他、花噛み、やっぱり鼻をどんな風に、噛むのが公衆礼法としては良いのかっていうようなことがここにございます。小学女かな、礼式訓戒っていう明治15年の本だったら、もう顔全部に髪を、押さえるような形で鼻を噛んでいたりとかで、今ここのところに行くと、くしゃみの仕方っていうのもあったりしますけれども、という形で、まあこの今のウィズコロナの時代の先行ってますね。つまり顔中ものすごい大きい紙で覆ってます、ちゃんと。つまりこの時代の方々、飛沫が飛ばないっていう風な、そういう公衆の心得もうすでにできてたんじゃないですかねっていう風なことですね。まあそんなくしゃっとした顔を見せないっていう、そういう意味もあったのかもしれないですけれども、そこで言うと、でこれは江戸時代の礼法書にもよく記載された事項であると。で、鼻髪は見苦しいもの、聞き苦しいものという前提がある。そのため
見せない聞かせないというのが礼法になるというふうに。で少し正面向かずに脇を向いてか、で鬼人の前では下座に向かうかというふうに、そんなふうに細かくなって、書いてあったりもします。で日常の礼法ですと、日常の心得として子どもの一日手洗い、いやもうびっくりしますね、そんなつもりじゃなくこの本を見てるんですけれども、やっぱり日常の心の中に手洗いって出てくると。つまり私たちがよく世界中から綺麗好きだって言われるのは、もうこの辺りの江戸明治の本の中に徹底的にそういうのが礼法としてもう普通に心得とくもんだっていうふうにみんなが学べる形で織り込まれてるんですね。で年長者への態度っていうのもあります。でそれから訪問の場合、訪問の礼法、玄関先とかで掛け物などの拝見、お軸拝見みたいな場面だったりとか、でそれから座礼、立礼、開け閉めで授受の礼法でいくと、日常品の授受の礼法もいろいろ細かいものがあったりします。で、食事の礼法というふうに、でお茶やお花、この辺がもう、当時は当たり前のこととして、お茶の、運び方であったりとか、それからお花、お花、花束の持ち方であったりとかっていうふうになります。でその他の礼法っていうふうな形で、あります。もう少し中の具体的なものを、見ていくと、ここものすごいたくさんのページが割かれているのはこの座礼ですね。で、私たち畳が今のお部屋が少なくなりましたから、あんまり、座ってこうすることっていうのはないかもしれないんですけれども、この辺りがやっぱり映画や何かの時とかですと非常に役に立つんですけれども、こういうふうに、つまり座礼って言いましても、こうやって相手がどんな人かっていうことで違うんですね。つまり座礼って真行僧、真実の真、行う、それから草とあるんですけれども、これが上輩、先輩ですね、上の方に対しては真、それから同輩に対しては行、それから、下輩に対しては下輩、下輩、下輩だと思います、下輩に対しては僧という、この3つっていう。で使い分けの要点は何かっていうと、左右の手をどうするか、頭をどの程度下げるか、こういうようなことが相手がどなたかっていうことで細かく、決まっている、そういう座礼について、書いてます。座礼はどんどん、こんなふうに何ページも、つまりいろんな書物から集めてるんですけれども、どんな書物も座礼に割いてるページが多いっていうことですね。でそんな何ページもある中で私がパッと思ったのはここ、男と女、男と女で座礼の手のつき方が違うという、そんな、ちょっと言及もあったりします。手の置き方大変ですよね、こういうのを全部心得て振る舞うと。ただもしかしたら本当にこれを心得て振る舞うと、立ち居振る舞いがもう本当に根本に変わるのかもしれないですね。で先ほど、授受の礼法、受け渡しの礼法っていうのがあったので、そんな今時日常生活で受け渡しなんてそんなにないわと思ったら、いやいやありました。ここの授受の礼法で、これもまたいろんな書物であれされている、傘の受け渡しに関してはかなりこうやってページがといいますか例が割かれています。つまり傘の受け渡しというのは心遣いをきちんとするものだということの、例みたいなんですね。左手で持ち手に近い箇所を右手で下の方を持って渡すっていうで、玄関先で渡すとき、それから他人に迷惑をかけないための人混みでの肩の傘の持ち方の礼法、そんなものが非常に細かくきちんと書いてございます。あとはここですね、食べ物の、今も昔もありますけれども、パンであったりとか洋食であったり、でこの食べ物の、洋食のこれ揚げた魚の食べ方っていうのがあるんですけど、ここでやっぱりドラマでよくレモン絞りますか絞りませんかっていう、あれの場合は唐揚げでしたけど、その時にこれ真ん中に絞ってる絵があるんですけど、これが今と昔の違い、もう片方の手を添えています。このレモンを絞る時にもう片方の手を添えている、こういうのが挿絵だとはっきり分かるっていう、この辺がちょっと挿絵の醍醐味かなというところです。まあ、ちょっとキリがないですけれども、こういうふうにさまざまなことが紹介されてるんですが、ここに監修者の方がなんで挿絵にしたかというその、意図をきちんと書いています。挿絵の場合っていうのは好きな人の前で顔が赤くなったりぎこちなくなったりするといったことはかつての恋愛小説によく描かれていた。これは思っていることは態度に出るということが前提となっていると。
なんでこんなことから始まるのかっていうと、礼儀作法も同じで、理想は初めに心あり、つまり振る舞いをこうするっていうことは型通りじゃなくて、そこに心がついてくんだよって、まあ逆に最初にあるのは心だよと、それにその心でやるとこの振る舞いについてくるんだよっていう、それが一発で分かりやすいのが挿絵。お行儀のいい本の話してるとき一発でっていうのもなんですけど、分かりやすいのがこの挿絵ということです。でここに最後のやっぱり解説のところに興味としての挿絵という研究があります。でここのところで、挿絵のを入れる第一の目的は理解を助けるものであったと考えられる。当時のものに多いのはですね、しかし出版する側の思惑はそれだけではなかったようであるっていうふうに、やはり礼式のことたる感想無味にしてっていうふうな、そんなことから始まってますから、昔の人にとっても礼法なんてやっぱりちょっと堅苦しくて嫌なもんだったなって、それをこういう挿絵に入れることでやっぱり身近なものにした、そういう狙いも当時の礼法の本にものすごく挿絵が多いということの、理由のようです。でまあ、こんな風に身につくように学習してもいいし、ただただ眺めても楽しいという、一冊、絵で見る明治大正礼儀作法辞典、本日はご紹介しました。本日は以上です。ありがとうございました。